前回のビデオのコメント欄に put のいろんな表現、日常会話でよく出てくる表現を載せました。今回はその補足をしたいと思います。 Queen Bee、ビヨンセが歌う Single Ladies、 だいぶ前の歌なんですが、その歌の始まりが Now put your hands up。 Put は move のイメージでしたよね。何かを動かすというイメージ。なので Put your hands up で手を上げる、または Put your hands down 手を下げる。これは音楽のコンサートやライブでよく出てくる表現です。 Put your hands up、 こういう動き。 Put your toys away、 Put away your toys、 これは私がもうほぼ毎日使っている表現なんですが、 Put your toys、 あなたのおもちゃを away、 遠くに動かす、つまりあなたのおもちゃを片付けるという意味です。 Put your toys back、元の場所に back、 戻すという言い方もできるんですが、日本語の片付けるに一番近い表現が Put your toys away、 away です。 I've been putting it off の it はやるべきことです。 Put it off でやるべきことを後回しにする。イメージとしては It、 やるべきことをこう手に持って今やるのではなく、そのやるべきこと It を遠くへ置いて手から外して別のことをやってしまう。 Putting it off で後回しにしている。 I have been、 または I've been putting it off だと、ずっとそうしている、ずっとやらなきゃいけないことを後回しにしているという意味です。この off の感覚は次のビデオでちゃんと説明します。 I can put my thoughts into words。 Thoughts というのは考え、 What you're thinking、 あなたが考えていること、それを into words、 言葉に入れ込むことができないというのが、まあ、直訳です。で、そこからもうちょっと上手な訳にすると、自分の考えを言葉にできない、自分が考えていることを言葉で伝えられない。英会話をしているとそういうことがよくあると思うんですが、そんな時に I can put my thoughts into words、そういうことよくありますよね。次の例文はミーティングがいつかスケジュールに書き込むという意味です。 When's the meeting? On Thursday at 10? Okay, I'll put it in my calendar. Put it in my calendar で、カレンダーにその予定を動かす、つまり書き込むという意味です。または記録するという意味になります。 I can't put it down。 It は例えば本、または、携帯などで YouTube のビデオなどを見ているとき、何か、自分がハマっている、のめり込んでいるもの、見ること、読むことをやめられないもの。で、一番いい例が本なんですが、本を置くことができない。例えば机の上とかに置いて本を読むことをちょっと休憩する、そうすることができない。もうつまり面白すぎてずっと読み続けている、のめり込んでいる、そんな意味です。 Put は Move のイメージを使っていたんですが、実は電化製品、電気で動くものを On にする場合は Put をよく使うことがあります。 Turn it on のTurn と全く同じ意味で Put it on なので、音楽をかける、 Put music on ということもできます。いかがでしたか？今回のビデオは前回の英会話サバイバル Put on の補足だったんですが、英会話サバイバル、すごく大げさな響きなんですが、実際は
決して大げさではなく、毎日使う、本当によく使う単語です。put。で、put とその後に続く前置詞との組み合わせで、いろんな表現に変わります。で、その表現の一つ一つの意味を頭で覚えるよりも、put の感覚、イメージを体と心で感じ取って、相手のメッセージを受け取る、または自分が言いたいことを伝える。そのためにはとにかく単語が持つ感覚をつかむことが大切だと思います。私は初めて put on を確か中学校で習った時、 put 何々 on どこどこ、どこどこの上に何々を置くと習いました。で、その時 put の感覚も on の感覚もほとんど無視をして、日本語の意味として put と on を覚えていたんですが、put の感覚、一番元になるイメージを無視していたので、その後に put away 何々を片付ける、その put away と put on が関連せずに全く別々の意味で覚えていました。でも実際に put のイメージ、感覚をつかむと put on も put away、 put my thoughts into words とか put up、 put down、 いろんな表現が元の put の意味を分かっていると、日本語に訳さずに体でまたはハートで心でそのメッセージ、意味をつかみ取ることができます。で、そのためにはもちろん練習が必要。put の表現をいろいろと聞いて、また自分でもいろいろと使う。put と前置詞を組み合わせて、いろんな表現として日常生活で使うと、まあ、それがトレーニングだと思うんですが、そうすると本当に心と体で意味をつかみ取って、頭で日本語を訳せずに英会話ができるようになります。そのトレーニングの役に今回のビデオ、または前回のビデオ、さらには次のビデオが役に立てばいいなと思っています。 Thank you for watching. See you next time. Bye.